すごいね。予定通りだね、全く。すごくね。今10時ちょっと前で、今から旅行に行ってきます。8泊9日で、隣の州の方まで遊びに行ってきます。休憩室の場所こんな感じ。めっちゃ綺麗だね。まだまだ山の中。あれでもあれだよね、今のトイレ行ったところ、よくトイレここら辺湖見に来た時とかに使うトイレの場所、インフォメーションセンターだけど、確かもう確か気づいたらもうだから隣の州に入ってた。私が気絶してる間にもう隣の州に旅行に行くって言ったけど、もうなんか小1時間で隣の州にも入ってた。でもまだ4分の1ぐらいしか来てない。あ、そうだね、今日のうちの4分の1しか来てないね。あと今日は今からサーモンアームっていう、前に秋に鮭の遡上を見に行った場所、そこに行って全く同じホテルに泊まって、で明日ビクトリアに行きます、ね、どっちがどっちだったか忘れちゃった。今日ね、生徒はアイスコーヒーと冷たいドンクレチャと、これがドンクレチャ半分だけ本人にだって生徒に持って行こうと思ったら、本人が夜の間結構飲んじゃってなんか全然なくなっちゃってたんだ。今途中でめちゃ綺麗に見えた湖があったから戻ってるところだけど、もしすごい綺麗だったらさ、次またこの道通るときにピクニックで寄る場所にしたいな。よくこの道通るじゃん、旅行に行くときって。 Turn left toward Trans-Canada Highway, British Columbia 1 West, then turn right. ちょっと今なんか逆走したから波がうるさいけどなんかハイウェイ沿いで見たらめっちゃ綺麗に見えた。車ここら辺止めるのか。あ、こっち側だ、ピクニックエリア。なるほど、覚えとこう、今度ここやろう。またあー、しかもここバーベキューもできるよ。バーベキューコンロがある。コンロっていうの、火を起こす場所がある。あ、綺麗じゃん。あ、すごい綺麗。しかも荒だかも、ここわざわざハイウェイのすぐ横だし、でもみんなここって通過するって感じだから、わざわざ寄る人いなそう。あんまりめっちゃ綺麗。なんか今川が結構春の川って感じで、雪解け水だから茶色い感じ、泥とか砂が混じってる。ここはもう動かないのかな。綺麗、湖がもう夏と同じ色じゃない。ちょっと道があるから歩いてみよう。なんか、あ、川に出るのかな。あ、川に出るんだ。川、あ、川にもでもベンチがある。ここいいじゃん。うちからも1時間半ぐらいだし、穴場かな。あそこすごくない？道通すためにあそこ割ったんだよね、きっと。そうだよね、たまたま割れたとこ道にしたわけじゃないよね。すごいパッと割れてる。角度がさ、自然のものじゃないし、多分ね、やばかな。
たよね。ほらここティムホートンあるじゃん。面白かった。今ホミンがガス入れてる間にホミンのアイスカプチーノ買ってきた。あの人でもあんま聞いてなかったかもしれない。だからだってラージっつったのにさ、最初からミディアム、何ミディアムでいいとじゃなくて、あ、ミディアムねとかさ言ってたし、なんかラージアイスカプチーノって言ったらミディアム、ミディアムカプチーノって聞かれたから、いやラージでって言ったら、ラージないって言われてで出てきたのがホットだったから、ホットじゃないよっつって、のさまざま値段が奇跡的に同じだった。アイウェイちょっともらおう。ちょっと街の中も見てみようと思って、街の中に入ってみる。レストランもたくさんあるね、ここら辺ね。お店はそんなにないけど、すごいレストランたくさんあるね。お店もあるか、カフェとかレストランもたくさんある。次のティムホートンに到着、トイレ休憩。ここからあと1時間ぐらいだね、今日の目的地まで。今ティムホートンはトイレだけ行って、この町にちょっと有名な牛乳屋さんというかミルク屋さん、乳製品のお店があって、そこにアイスクリームを食べに寄って、それで目的地まで行く。Continue on Trans-Canada Highway for 800 meters. In 300 meters.中国のツアーだけじゃないんだね、ここにって。いろんなツアーの人が来るんだね。はい、到着。私は上のやつがパンプキンパイってやつで、下がラムレーズン。ラムレーズンこんな黄色いの初めて見た。日本だったらもうちょっとなんか茶色っぽいのに、ラムレーズンでもめっちゃ美味しい。ホミはなんかチョコレートチョコレートみたいな。何なんてやつ、なんてやつ、それダブルチョコレートとアモンドなんとかパッチ。うん、おいしい。トミンの一口もらおう。うん、めっちゃチョコレートになる。その下のやつがもっとチョコじゃないは、かじれないな、下のやつ。うん、かじれない。牛がいる。ここで酪農しててここで作ってるみたい。でもなんか日本で酪農してる場所が出すアイスって濃厚なイメージだけど、濃厚な感じではない。こっちでも座ろう。ん？うん。なんかいろんな動物いるけどさ、クジャクがいる。あ、すごい綺麗じゃん。羽広げてるよ。めちゃ綺麗。おお。綺麗。鶏とかいる。鳩とかもいる。この子は羽広げてないけど。綺麗。すごい綺麗だね、羽が。でもこの柄もなんかよく見ると気持ち悪いぐらいだね。うん、
自然の色とは思えないぐらいのなんか不思議な感じだよね。ピーコックス。アイスクリームを食べたところで結構美味しかった。今からあと30メートル turn left onto Trans-Canada Highway, British Columbia 1 West。あと30分ぐらいで今日の目的地に着く。ホテルにチェックインする前にご飯食べようと思ってるけど、ちょっとなんかすごいのどかなカナダっていう感じの、ほら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 、こんな牧草が巻いてあったりとか、めっちゃカナダっぽい、のどかなカナダの田舎って感じ。とここ川、川だよね、湖なのかな、とりあえずなんか湖なのかな、とかフェリーがをなんかの乗り場みたいなのがあって、そこにホテルもあるし、あ、私たちは泊まるわけじゃないけど、ホテルもあったりレストランもあるから、景色がいいとこでご飯食べれるかもなと思って、ちょっと今その埠頭の方に向かってる。ホテルあるかな、素敵な景色のレストラン。隣に人がいることになってますね。あの緑の下とか、隣には人がいるけど、あの緑の下、まあ緑だとあの木の前になっちゃうけどね。バーバーとかじゃない多分。どこでも、あ、でもここだって別に、うん、まあ同じじゃん。一応まあ絶景みたいな。一応これですもんね。そうだね。じゃあここにしようか。両方全部食べてる。うんうん。ご飯来たチキンのなんか揚げてるチキンのラップ。あとなんかハニーソースを絡めてあるやつとシーザーサラダ。ホミンがポークのサンドイッチとあとクラムチャウダー。いただきます。じゃいただきます。あれね、量は。うん？体の量は結構ある。ね、思ったより多かった。これもめっちゃでかい。結構でかいね。うん、これ一つで二人食べてみるぐらい。うちらは足りないだろうけど。うん、ケンタッキーとかのチキンラップに比べたら3倍ぐらいの差だよね。あ、もう1本ぐらいじゃないの、うん、これも無駄な野菜が入ってない。もう肉とチーズしかない。無駄な野菜入ってるサラダにしたけど、ホミーのもう全部なんか、うん、男っぽい選択じゃん。なんかさ、うん、今日もホミも動画撮ってるから、うん、なんかホミが説明がましいよってこと。私の方に言ってる、いつもこんな風にして食べないのに、ホミも動画撮ってるから、うん、今日のホミは説明がましく食べてる。うん、どうする、ラップとサンドイッチ半分分ける、どうしよっか、分けたい、ちょっともらう、でもこっちとこっちだったら絶対こっちの方が美味しいよ。じゃあ後で一口でいいよ。分けてほしい、ん、分けてほしい、食べたら一口ぐらいでいいよ。ほんと、これ結構美味しい、ソースも美味しい。うん、じゃあ私一口にすも、あ、うん、うん、うん、
ポーク美味しい。まあ、ご飯あとあそこで食べてて、ご飯終わってちょっと埠頭の方まで散歩行って、多分ホテルも入っちゃったらもうそっから出ないと思うから、多分ちょっとうろちょろしてからホテルに向かおうと思います。そこで地元の人だと思われる人が船に乗ってるよ。でもほらみんな湖沿いに住んでんじゃん、ほら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 、みんなこっから見える家は。夏になったらここコーヒー屋さん開いたりとかさ、夏っていうかもう夏だけど本当の真夏になったらきっと似合うんじゃない、そこそこサンタモニカみたいにサンタモニカのワーフみたいにめっちゃ。ホミーのサングラスにヒロコが映ってる、うん、だからサングラスかけてるときはあんまりヒロコを見ないようにしてる。あ、そうか、なるほどね。動画撮ってるときはってことでしょ、うん、普段じゃなくてだよね、うん、普段から見てるわけじゃ、見ないようにしてるわけじゃないよね。なんかみんなめっちゃでっかいレンズで写真撮ってるから何かと思ったら、ここに鳥がいるんだって。そう、そこにも2匹いて、で行ったり来たりしてるのが見えて、あとあっち側になんかオスプレイっていう鳥がいるって、ちょっとどれか分かんない、どこにいるか分かんないけど、だからあれを撮ってるんだと思う、その人、あそこの人はオスプレイ、どこにいるか分かんないけど。そっか、映んないね、上になるから、ね、うん、あの電球、電灯の上にいる、あの子が。なるほどね、だから野鳥の会みたいな人がたくさんいるんだ。たくさんもいないけど、3、4人ぐらいしかいないけど。いいね、ボートハウス。あそこに住んでるわけじゃないよね、多分。あ、ただ怒られてなんかボートばっかりたりとかするんだよね。うん、か、あそこ、でもなんか2軒目の人は住んでそうな気がしちゃう。でも角度調節できるから。確かに。今と下げすぎたよ、多分。そんな難しいよ。真ん中にこうしてるんだ。今もちょっと上げてる。うん、これぐらい。でも本人が撮ったらいいんじゃない、私の動画。私の動画それは私の動画です。さっきのレストランのそばまで戻ってきて、今この遊歩道を歩いてる。まだ4時半ぐらい5時、5時、うん、まあ、チェックインして、あれ、そこ違ったね今チェックインしたらなんかこの間と同じホテルなんだけど違う建物で、部屋の目の前に車止めれるって言われた。124。いい感じ？家の前に車が止めれるのがすごい。いいね、いいね、本当に。うん。あ、いいじゃん。目の前がプール。あ、こっち側にも出れる。あ、こっからプールに行ける。いいね。まあ、プール入んないけどさ。ここから行けるんだ。ほら。なるほど。いいね、いいね。あら、今からティムホートン行って、お茶買って、で、あのプールサイドでのんびりみたいな、そういう魂胆魂胆。到着ティムホートン。もう今日はトイレ行ったり、もうめちゃめちゃお世話になってる。甘い飲み物にするか、甘くない飲み物でドーナツにするか考え中。普通のしかないね。
しようかな。ドーナツ1個、アップルフリッターとアイスコーヒーにしようかな。このストロベリーバナナスムーズ、いいでやね、ラージ、ラージ、はい、あ、ラージサイズオブストロベリーバナナスムーディー、なー、ラージサイズオブアイスコーヒー with cream and then one apple fritter please。Anything else? Anything else? No, thank you. ラッシーがいいかなと思ったけど、結局なんか甘いもの飲むのよりもさ、甘くない飲み物に甘いもの食べる方が好みだなと思って、うん、スコーンとかも美味しそうね。あ、デニッシュとかも美味しそうね。あれ、さっちりさせてよかった。お米がかわいすぎる、うん、かわいすぎるな。かわいい、かわいい、うん、おいしい、おいしい、うん、うん、うん、何、ここはスタバではなかった。え？違う。もう何も言わないと砂糖が入ることを忘れる。あ、砂糖が入るみたい。私入らないと思ってた。なんかウィズシュガーって言わなきゃシュガー入んないと思ってた、勝手に。よく考えたらそうだ、マックとかも何も言わないと砂糖入るんだ。だったらアイスカプチーノにしたかも。ちょっとショックなんだけど、また一つ抜けちゃったんだね。そうだね、私なんか昔いつもノーシュガーノーシュガー言ってて、いつもノーシュガー出てくるから最近言ってたからだけど、だからもうノーシュガーなもんだと思うんだよな。間違えた、シュガー入りだった。何も言わないとシュガーが入ってこるみたい。何も言わないとブラックなんだと思ってた。よく考えたらそうだ、この国は何も言わないとミルクとシュガーが入ってくる。ホテルに戻ってきた。ホテルとティムは車で1分とか2分とか。そこら辺だよ。今部屋に来て短パンに着替えて飲み物持ってプールサイドでくつろぐ。いい感じじゃん、ここ。そんなすごい、何、リゾートのプールって感じじゃないけどさ、安いホテルにしたらすごくいいじゃん、ここ。ね、はあ、まあ水着もないし、まあ、プールに入らないけれども、いい感じ。しかも今の季節がちょうどいいんじゃない？あの、あ、そうそう、あ、そうそうそう、蚊もいなくて、お客さんもそんなに今日まだ多くないよね。うん、ベトベト、なんかもう砂糖が溶けてベトベトになっちゃってる。